グレン・マイケル・スパークマンは、アメリカ合衆国テキサス州ジャクソン郡ガナド出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ、オリックス・バファローズ所属。2013年の MLB ドラフト20巡目で、カンザス式ロイヤルズから指名され、プロ入り。契約後、参カのパイオニアリーグのルーキー級、アイダホ・フォールズ・チュカーズで、プロデビュー。20試合に登板して1勝0敗にセーブ。 防御率1.72、47奪三振を記録した。2014年は A 級ウィルミントンブルーロックスでプレーし、29試合に登板して8勝3敗1セーブ、防御率1.56、117奪三振を記録した。2015年は A 級ノースウエストアーカンソーナチュラルズでプレーし、4試合に先発登板して2勝2敗、 防御率3.60、21奪三振を記録した。この年には、トミー・ジョン手術を受けている。2016年は、ルーキー級アリゾナリーグロイヤルズ、A 級レキシントン・レジェンズ、A 級ウィルミントン、A 級ノース・ウェスト・アー・カンソーでプレイし、4球団合計で16試合に先発登板して2勝7敗、防御率5.22、65奪三振を記録した。 2016年12月8日にルール5ドラフトでトロントブルージェイズから指名され移籍した。2017年は右手親指骨折の影響で開幕は故障者リストで迎え6月30日に復帰した。同日のボストンレッドソックス戦でメジャーデビュー。だが次の当番となった7月2日の同カードでは7、失点と打ち込まれ翌3日にディフェとなった。 ブルージェイズでは2試合に登板して、防御率63.00だった。AA 級オマハストームチェイサーズ時代2017年7月8日、ルール5ドラフトの規約で、ロイヤルズに戻ることになり、A 級のオスウエストアーカンソーへ配属された。2018年、マイナーでは、A 級のオスウエストアーカンソーと AA 級オマハストームチェイサーズでプレー。7月8日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年メジャーでは15試合に登板して0勝3敗、防御率4.46、27奪三振を記録した。2019年は31試合に登板して4勝11敗、防御率6.02、81奪三振を記録した。2020年11月20日にディフェとなり、23日に自由契約となった。 2020年12月17日にミネソタツインズとマイナー契約を結んで2021年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったと報じられた。2021年5月20日にオリックスバファローズとの契約に合意した。7月18日に入団会見を行った。最速97.2マイルパワー、平均94マイルパワー前後の速球を 主にカーブ、チェンジアップ、スライダーを使用する。スライダーを軸として試合を組み立てる。メジャー通算の脱三振率は5.54、よし球率は2.89。相性はスパーキー。趣味は庭作りで盆栽に興味を持っており、見学することを計画している。ありがとうございます。